島銀水所、銀水所、そう。ホルエマンしたことありますか？ないです。ないです。ないです。さあ行きましょう。ゲームを提案します。はい。今から残り3ホールは英語禁止とします。出た出た。それ言いますか。それ私超苦手です。あずさんすごい苦手です。本当に苦手だよね。レナオの4倍ぐらい言ったよね。ねえ、なんだっけ。英語言ったら自己申告または相手をあーっと言ってもらって、はい、はい、どっちが3ホールいっぱい言うか、はい、ちょっと数えていきたいと思いますんで、はい、やったことある？やります。ゴルフ中にシミュレーションで負けた方がさ、尻文字は恥ずかしい。ニューラーズさって書いて書いて負けなきゃいいんだよ。頑張って。負けなきゃいいんだよ。じゃあ静かにする。喋んなかったらそれもダメ。それも 10ぐらい足します。ちょっとだけ、ね、ちょっとだけ。始めるよ。あ、入っちゃったね。何それ、何でやった？それは、うん、これ。これ何それ？自分で見なさい。あ、跳ねるかも。あ、出た。よかった。出た出た。よかったよ。喋らないことに意識を向けないといけない。よく喋るもんね。はい。17。あ、足んない。の次、5の次、ダボね。言葉じゃない。5の次ね。次って。じゃあ今のホールは2人ともなんとか耐えたかな。はい、ね、喋らなかったね。まあまあまだ2ホールあるんで。だって全部だよね。これって。え？じゃん、うん、ほら、ね、今みたいに。この競技は全てのですね。玉打ち大会、うん、大会じゃないんだって今日は、うん、だけど出たことないじゃん。おー、うん、いいよ、よかった。いい球打ったね。南の国の浜内城。南の国か、うん、これはどこの？これもね、南の国で買ったの。どこ南の国ってな。骸骨のブランドの。残り200ヤード。あ、え？あ、だよ。のブランドのってたないの。気がつかなかった。骸骨までは良かったんだけど、ね、骸骨に持ってかれた。そうだよね、これ骸骨。それどこの？これはね、うん、あの英国のブランドだ。ねえ、
釣られたね。釣られました。米国のブランドっていうブランド釣れた。米国まで良かったんだけどね。そっちに持って帰ったね。ここ持って帰った。いい勝負、いい勝負になってきたよ。なんか悪い癖が抜けない。そう、右に行っちゃうね。もうちょっと遠いかも。遠い？いつもより。ほんのちょっとね。うん、近づいてみる。これは140。エナちゃんに145。あ。あ、2個だ。喋りますね。先生多分英語圏の人だ。なんかかっこいいね。先生英語圏の人なんだと思う。ナイスショットがでかかったね。2発。うん。あ、いいかも。うん、いい。これぐらいでちょうどいいはず。おお。4回も叩いてる。おお、強気、力強い。ナイスパー。あ、ボギ4です。4だよね。はい、ナイスパー。あー、勝ったです。いいね。はい、レナちゃんは？私は7です。7。怖いな、食べるのが。さあ最後ですよ。はい、最終ホール。あ、来た来た、最初ボール来た。言っちゃった、釣られました。心さん、この戦いは弱小だね。本当だよ。日本語のものなんてあんまキャディーとかもダメでしょ。うん、そうか、切れたとか。ああ、そうだね。グリーンとか乗ったとか。芝とか。うん、芝、芝ってあんま言わないですよね。使う言葉はほとんど英語だね。そうですよね。それぐらい。はい、オッケーだね。あ、いいな。オッケー、来た、オッケー。なんでここで言うの？言ってやったね。私です。レナオです。で、どれぐらいですか？44ぐらい、パーだった。お、おお、いいね。うん、そっちはいい感じだ。うん、そっちは。あ、鼻水出ちゃった。大丈夫そう。だけど、まあ、うん、大丈夫。よく喋るね。よく喋る。あ、いいよ。悪くない。達成できませんでしたが、全然できなかった。それどころかだった。それどころかでした。もう100いってますか？そうですね。100どころじゃないよ。まあ、またね、リベンジですね。うん、はい、ゴルフ場の人も言ってたけど、はい、たくさん来てもらった方がうちはいいんだと。たくさん通っていいとこにしたい。そう、ね、だから、はい、またリベンジしに、はい、っていうのがいいですね。もう一回いいところを見せたい。うん、打ったの？あ、もうちょっと小さかった。かった結構みずみずしかった。T みたいな大きさのだったんだよね。何の？何みたいな？T みたいな。あ、もう10です。しかも何回も言われた。本当に意地悪。残り100ヤード。残り100ヤード。すごく聞いてきた。
系で前か、あ、息あったんだ。そうなの、バンカーかと思った、これ全部。あ、バンカーって言った。わからない。あー、惜しい。ボギーだ。待ってた。最後に言っちゃった。あー、残念でした。でも後半のが良かったな。あれ、何も言ってたよね。うん、まあまあ言った。でも私よりは言ってないか。私の倍以上言ってたよ。マジで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。中スコアの発表しておきますかね。はい。はい。あずちゃんが後半頑張ったので103。はい。うん、はい。100ギリできなかった。惜しかったね。後半良かったよね。ちょっとね、1ホールね、2回ぐらいか、大叩きがあったからね。ありましたね。なかった。れなちゃんが、ちょっと疲れがね、れんちゃんの疲れが出てきたかな。痛くない。131というね、最近じゃワーストだね、多分。はい、普段こんなんじゃないんです。かる。ちょっとビデオで緊張するよね。緊張しちゃったのかな。じゃあれなちゃんからずちゃんに、はい、ピシッ。あ、これそう。いや、本気でやっていい。いやアプローチぐらいです。アプローチぐらい。私のアプローチどんなんだっけな。私のアプローチこんなんだったっけ。練習。私のアプローチこんなわけない。怖い。痛そう。痛そう。絶対痛そう。コメント荒れない。大丈夫。実は仲悪い。泣かせて。はい。今日はね、二人初参加。初参加じゃない。ねなちゃんは初参加。あずちゃん二回目ということで。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか？すごい、なんかちょっと緊張しちゃったのかもしれなくて叩いてしまったんですけど、なんか全然疲れてなくて全然元気で、うん、ゴルフ自体は楽しかったんで、またリベンジしていいとこ見したいです。お、じゃあまたリベンジよろしくお願いします。お願いします。あずちゃんは2回目ですが、どうでしたか？はい、前回も100切れなくって、でも前回よりは良かったんですけど。良かった良かった。うん、ちょっと100切りできなかったのが悔しかったです。じゃあまた3度目の正直だね。はい、次回は絶対もう90切りぐらい。 OK。 じゃあ言い過ぎたかも。大丈夫。じゃあ次回は90切り目指して。はい、じゃあ頑張りましょう。はい、2人とも今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さん YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。まあ、100切りをテーマにしたゴルフで、まあ、初心者に向けたり、まあ、1年ぐらい経ってこういう、まあ、バック買ったらいいですよとか、そういう方に向けた動画に今回はしました。ぜひ参考にしてもらえると嬉しいです。以上です。バイバーイ。リンゴルフオープンニュースをお伝えします。7月22日まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますの で、8月17日ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山のね、絶景ポイントたくさんあるので、富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なので、ぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で、後半の会場も追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます。まあ、その中でも大磯は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上、6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。